新宿の近くに住んでますんで、うん、あの新宿加盟します。残念だけど男の人は来れないんだよね。あ、オープン当時は僕も女装して行きたかったもん。あの第1話目で、はい、ネクシーズゼロ事業の、商材付きファイナンス、事業付きファイナンスのうちの前者の方あのお聞かせいただいたと思うんですけど、うん、あの今回あの事業付きファイナンスのところになると思うんですが、現在あのかなりなあのスピードで出店もされてると思うんですけど、統括制セルフエステ、はい、ボディ焼き、ボディ焼きね、1店舗目はいつでしょうか。もうまさに去年の今11月だから15日に起こしたんで、本当まだ1年経ったばっかりと。あの今年中に12店舗になるということで、事業付きファイナンスとそのボディアーキーの話をちょっとあの、うん、お聞かせいただいてもいいですか。はい、今まで の, そのエステというマーケット、うん、これが3600とか800億円ぐらいあって、でジムのマーケットってのはまだ4000数百億円なんですね、うんうんうん、でこのど真ん中行こうと、今までこうエステは高かったとかローン組まされるとか、さまざまな、まあ、デメリットがあったと、うんうんうん、シンプルに月々1万円で買えるエステと、で自分でやると、うんうん、あの皆さん個室に入って、うん、もう自分の好きなところをやれて、うんうん、映像で iPad で、うん、部位別動画があって、うん、お腹とか顔とか、はい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 、選んでこうできると。このマシーンが、うん、もう最高のマシーンなんですよ。うーん、1台300万ぐらいする。仮に1万円ずつ払ったら、はい、20数年かかるわけですよ、お客さん買おうと思ったら。なるほどなるほど。それが通い放題ということね。ということは月に4回来ると、うん、1回2500円なわけですよ。でこれがオモススタンドを出した時に、うん、オープン前に約900名のお客様が予約に入り、まあ、銀座出した時も1日50人ぐらいの方が初日で入会され、うん、梅田も今回そうだったんですけど、ね、やっぱりこうだから癒しを求める場所じゃないんですよね、うんうん、我々の場合は、うんうん、今までエステっても癒しの場所でしたけども、うんうん、今回自分でやるからこうジムの要素、まあ、自分で走ったりとか、そうそうそう、トレーニングしたりとかっていうのと、まあ、似てると。もっとやってほしかったとかね、そういうストレスがないし、はい、自分で汗かいてやるので、はい、まあ、今日はご飯ちょっと抑えとこうかなみたいな、なるほど、運動もちょっとしてみようかなみたいな、はいはい、直営で、うん、あの出されるケースと、あの FC で出されているケースもありますよね。そうです。要するにこうフランチャイズっていうのは今までは、うん、加盟金ください、うん、内装費ください、うん、ロイヤリティくださいと、あとまあ指定の仕入れ先、うん、ここからだけですみたいな、そう、縛りが多かったですよね。縛り多かったじゃないですか。で僕らはやっぱりこれマシーンがやっぱいいものなので、うん、やっぱ300万ぐらいするって言ったら、うんうんうん、20台入れると6000万かかるんですね、うん、で内装が2000万ぐらいかかるので、うん、最初のその運転資金を置いといて、はい、フロントで8000万ぐらいかかるわけですよ、はい、それを全部初期費用ただと、ただネクシーズゼロに入れちゃ う, ほう、だから5年間で割って払ってくれたらいいと、うん、もちろん予診枠も使わないと。なるほど、はい、120、30万で、うん、利益の中から、まあ、いわゆる商売がうまくいけば、はい、利益の中からずっとこう払えると、うんうん、であの金融機関使わないので、うん、BS 痛めないと、いいこと尽くしですね。だから事業をやりたい、はい、けどなんか何しようか、うん、あとあのその、まあ、予診枠って結構意外と引っかかる企業も多いですからね、うん、なかなか銀行さんがね、はい、1店舗出すのに8000万うん、借りれるかっていったら難しいじゃないですか。FC というよりもパートナーですよね。なるほどなるほど、はい、そうですね。だから一般的な FC とちょっと概念が根本的に違いますね。そうですね。表現も何がいいんですかね。うーん、何なのね。パートナー、え、パートナー今僕言って僕が言ったみたいになってますね。美容業界のスターバックスみたいなものをね、目指しながら今面白いキーワードですね、はい、だからもうシステムなんかもう一回一応言ってます。美容業界のスターバックス、本当全国展開できるようにして、もうエステがもう本当身近っていう世界にしていこうと、自分のところの店舗の数字が分析できたりとか、うん、というのは具体的に どういうことですか。まあ、まさに僕がやりたいのは、はい、ヤフーファイナンス、例えば先月比べて株価が上がったかとか、はいはい、その業績とかいろんなものがこう出るじゃないですか、うんうん、見えますね、全期間でグラフがどうなってるのかとか、はいはい、まあ、ああいうものが、うん、iPhone で自分のお店の状況がテリトリーより分かる、うん、あ、例えば来店者数だったりとか、一、うん、人のお客さんの利用頻度とか、そう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 、マネジメント側というかその企業側からしてそれはもうめちゃくちゃ気になりますよね。そうですね。それを今もう作ってる最中なんです。まさに まもなくスタート、うん、実はあの私の知り合いがですね、うん、あのパートナー加盟されて、うん、名古屋のね、名古屋です。さっきびっくりしました、それ聞いて、はいはい、あの妹の徳山さん
多分徳山さんも見てると思うんですけど、あ、そう、徳山君まあ徳山さんからも聞いたんですけど、はいはい、その予約のシステムだったりとか加盟までのプロセスとかっていうのがもうかなり IT 化されてて、うん、もうとてもその管理も含めてやりやすいみたいな話があって、まあ、すごいなと、はい、まだ今年で1年で13店舗なんで、うん、来年以降もっともっと出していくという方向で今ものすごくもう脳みそちぎれるぐらい考えてるので、その僕あの新宿の近くに住んでますんで、うん、新宿加盟します。残念だけど男の人は来れないんだよね。あ、女性だけでしたね。そう、すいません。お店にもあの自分も行けないから、ね、オープン当時は僕も女装して行きたかったもん最後の第3話では、はい、ネクシーズグループ の成長戦略っていうキーワードで、はい、あの最後ちょっとお話お聞かせいただければと思いますので、はい、あの引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。